テレビに期待するシーンといえばこれですよね。もちろんこれやそれ以上にひどいこんなのじゃないですよね。というかこんなのありえます？テレビでは想定外の出来事は山のようにあり、その多くは生放送中に起きています。この放送の舞台裏を見てみたいですね。そしてこちらは突然映像に不具合発生、生放送だからこその面白いアクシデントです。テレビリポーターが使っている秘密のスキンケアが明かされます。典型的なズームミーティングですが、ズボンを下ろすところが中継されるとは想定外でした。この BBC のカメラマンより最悪な一日ってあります？視聴率を上げる裏技です。どうしてもテレビに出たかったのでしょう。記者を押しのけて歌が出てきました。ペッパピッグの邪魔をしてはいけません。クリスティアーノ・ロナウドは付きまとう記者にこうやって仕返しします。この BBC 特派員はハットンガーデンで起きた強盗事件を再現しようとし、 9.8 インチの穴を3つ開け貸金庫に侵入しました。撮影中にはいろいろなことが起こります。カメラの角度が突然変わったり、もう一度仕事をしなくちゃならないのに突然天気が悪化したり、ニュースを伝えている最中に4歳の息子の可愛い邪魔が入りました。そしてこのジャーナリストは夫婦に引き取られたボタンという羊のことを世界に伝えていました。ジャーナリストになるのは簡単だと思っているならこれをご覧ください。一線を越えてしまいましたが、女の子はすぐ考えました。有名になる方法です。生放送でキリンに嫌がらせをされたらどうします？コメディアンのバード・クライシェは天気予報を中断し家から出ないようにと呼びかけました。Windows ではなく Linux を使う理由の一つがこれです。Southwest Iowa. Microsoft recommends upgrading to Windows 10. What should I do? Don't you love when that pops up, huh?
脱線事故を取材していたレポーターは危うく交通事故に遭うところでした。中馬にインタビューしようとしてマイクを手放してしまいました。音響担当者がどう対応したか想像してみてください。そしてこれはイギリス議会のバーチャル会議で。ご覧ください、猫が会話を盛り上げてくれています。悲鳴を上げる前に1秒だけ差し上げましょう。生放送でタイムズスクエアの観客を盛り上げようとしているのに、その努力が報われない気まずい瞬間。ロシアで初めてのドローンのフライト式典です。うまくいきますよね。では次の機会に。司会者も人間です。いつも我慢できるわけではありません。例えば笑い、くしゃみ、もっとひどいのがこちら。何がそんなにおかしいのか分かりませんが、チャーミングな笑いです。そしてこのニュースキャスターはロシアでの資金援助の金額を伝えるとき、どうしてもこらえきれなかったようです。そしてこちらは2014年のオリンピック開会式でのドミトリー・メドベージェフの居眠りシーンです。レポーターが天気を伝えようとしていますが、突然女優レベッカ・ラルーのライブです。司会者が視聴者を招いて質問に答えてもらう番組を見たことがありますか？観客の中にいたこの女性はあまりにも美しくて、他の女性プレゼンターの注目を一身に集めていました。あのカーペットを敷いた人がまだ生きていますように。トラブルに巻き込まれたくないなら、チャンネル登録をしてこの動画をシェアしましょう。